はい、皆さんこんにちは。今回はですね、マイクラでですね、ちょっと面白いことをしたいなと思います。まあ面白いことって言っても何をするかっていうとね、森の洋館あるでしょ。まあ森の洋館って、まあこのマイクラでいろんな場所に出てくると思うんだけど、今回はですね、ちょっと一風変わった場所にね、出てくるね、ちょっと森の洋館探索をねしたいなと。まあお気に入りのね、シードというか出現場所があるんだけど、まあ、その中でもですね、特に自分が気に入ったもののシードにね、出現するところのね、ちょっとね、森の洋館探索をしていきたいなと思います。はい、もしね、気に入るものがあればですね、ぜひね、皆さんもね、プレイしてみてください。ということでね、早速行きたいと思います。はい、じゃあね、早速ね、最初のね、森の洋館探索に行きたいなと思います。もうこれね、いきなりね、まあスポーン地点のね、すぐ近くにあるんだけどね、すごいところにあるんでね、ちょっと早速ね、そのスポーンからね、やっていきたいなと思います。多分ね、あんま見たことないと思う。まあ見たことある人、まあプレイやってればね、いろいろ出てきたりすると思うから、見たことある人もいるかもしんないけど、俺はね、これ見た時にね、もうめちゃくちゃね、面白かったねすげえとこにあんなと思ったんで、ちょっとね、今回ね、そこをね、改めて探索に行きたいなと思います。ということで、ちょっと待ってね、生成待ちで、もうすぐで 100% になるんで、できたかな。はい、ということで、はい、ここですね。はい、今回クリエイティブでね、見ていきます。で、まあ、ここにスポーンするんだけど、まあ、ここをね、まあ、一見すると普通の雪地帯にあるんだけど、はい、で、こう見るとね、ここってさ、こう海なわけよ、周りがね、海に囲まれた、まあ、でっかい島みたいになってんだけど、見て、ここもうすぐ近くにあるんだけど、この断崖絶壁のところにね、はい、いきなり見て、こんな場所にある？森の洋館出現します。ここで、まあ、普通にあるんだけど、もうこのね、断崖絶壁にこう張り付いていると、すごいよね。だからもうここに行きたい人はですね、こうスポーンしてですね、早速ですね、この水の中にボシャンって落ちてですね、まあ、この中に入っていけば普通にですね、この崖にある森この面白くない、これ埋まってるからね、これこんな崖に埋まる、まあ、普通にあれだからね、普通に洋館としてはちゃんとできてるから、なんかこう見ても、はい、まあおかしいのはこの生成されてる場所だよね。このもう出たら海で、横は全部崖、周りは崖で、普通に上に行くと、まああれだよね、島になってるわけよ。どうですか皆さん、これ、はい、すごい変な場所にあるよね。はい、もう俺これ初めて見た時にね、もうめちゃくちゃね、面白かったね。なんか、はい、まあだから何かプレイになんか影響するってことじゃないけど、はい、どうですか、こんな場所にも森の洋館ありますよってことでね、はい、ぜひね、気に入ればね、プレイしてみてください。ということでね、次のね、場所に行きたいなと思います。はい、ではね、次のね、森の洋館に行ってみたいなと思います。今度はね、また全然違うタイプのね、場所なんだけど、まあね、早速ね、まあ、そこも変なところに、変なっていうか、まあ面白い場所にできてるんでね、早速行ってみようと思います。はい、ということでね、無事にね、生成されました。ということで、スポーンしたんですが、見て、今度はですね、周りがこう氷山に囲まれてます。まあ、大体これがどういうところになってるかっていうのは、もうこれで想像つくと思うんだけど、で、スポーンした地点が、まあ、これです。もうわかるよね。そう、お分かりの通りですね。これ、森の洋館の上にスポーンしてるわけですよ。で、周りが見て、氷山に囲まれていると。すごいよね。で、まあ、ここからこう、なんかこう、水とかも流れてきてるけど、まあ、ここから普通に、まあ、森の洋館のこう入り口があるということで、まあ、もう もはや森の洋館って言ってるけど、もう森の洋館じゃないけどね。森っていうか、もう山に、そう。で、これ結構絶景で、まあ、どうなってるかっていうのも大体想像つくと思うけど、もうこうやってね、氷山に囲まれた中に、もう森の洋館だけがドカンとこう一つあるわけ。どう？これはこれで結構面白くないというか、結構いいよね。景色としていい気はするけど、まあ、バカでかいけどね、これ。はい。まあ、だからなんだっていうことではないけど、まあ、こんな場所にもですね、森の洋館はできてしまうということで、まあ、でも周りが氷山なんでね、はい。で、これ、どうなるかっていうと、氷山の外は、まあ、普通に、こう、森になってるんだよね。まあ、ところどころ、こう、雪の地帯はあるけど、まあ、こういう感じで、この森の洋館のところだけですね、こう、びっしりとですね、こうやって、こう、山に囲まれていると。すごいね、なんか森の洋館をこう守るかのようにね、
はい、囲まれたねこの氷山の中にある森の洋館、どう？森の洋館ファンはここをプレイしてみたら一回どう？この上にねスポンするんでね、はい、結構面白いと思います。ということでね、次の森の洋館に行ってみたいと思います。はい、ではね、またさらに引き続いてね、次の森の洋館にね行ってみたいなと思います。今回はね、まあさっきと似たような感じなんだけどね、さらにちょっとねまた違う感じになってるんで、ちょっと早速行ってみたいと思います。はい、ということでスポーンしました。まあさっきと同じようにですね、また氷山にこう囲まれて、まあ森の洋館の上にスポーンしてるんですが、見て今度はねこのピリジャーの基地がね、もうこう目の前にあるんですよ。はい、まあこれ今ピースフルのクリエイティブにやってるんだけど、まあ、こうやってねここに基地があって、まあまた同じようにね囲まれてるんだけど、ちょっと違って、まあこのピリジャーの基地があるのと、まあここら辺から洞窟に行けるって感じだね。まあ水もこう落ちてきてるけど、でまあここもさっきと同じようにね、こうあれね、氷山にこう囲まれてるというか、はい、そういう感じになってます。まあ上から見るとこんな感じだね。森の洋館とピリジャーの基地がこんな感じで仲良くあの隣同士になってて、まあその目の前でセットされるって感じだね。でここら辺がまあ普通に氷山一帯みたいななってて、あとは周りが森とか、まあそんな感じになってるね。どうですかこの森の洋館は、皆さん気に入りました？ここまあピリジャーとねすぐ近くで戯れたい方はですね、ここでスポーンすれば森の洋館の上で、はい、ピリジャーの基地も目の前にあって、はい、ちゃんとチェストもありますよということでね、ここも結構楽しめるんじゃなかろうかと。ちなみにどこだ、ここからだね、ここから入れるね。ここに入り口があって、まあ普通通りこんな感じだねになっていけるようになってると。そうで、さっきも見せてたけど、あれだね、どっちだ、こっちか、こっち行けば、まあだからさっきよりちょっと広い感じだね。さっきはただ氷山に囲まれた、囲まれてあれがあるだけだった、森の洋館があるだけだったからね。まあこっち行けばですね、これでしっかり洞窟探索もできるし、より幅広いことができる森の洋館なんかおかしいけどね、はい、まあこんな場所にもですね森の洋館はできてしまうと。はい、もしよければですね、ここもですね冒険してみてください。ということでね、次のね森の洋館探索に行きたいなと思います。はい、ではね、次が最後のね森の洋館探索になります。まあね、次のはねもう今までとは全く違う、はい、もう究極のねサバイバルをしたい方におすすめの森の洋館です。はい、マジでサバイバルしたい人だけ行ってください。まあどういうことなのかはね、行ってみればわかるんでね、早速行きたいと思います。はい、ということで早速スポーンしました。まあ今回もですね、この森の洋館のすぐ近くでですねスポーンしたんですが、何が今までと違うか、はい、ここにでちゃんとねでっかく森の洋館はあるんですが、はい、周りはですね見渡す限り海しかありません。はい、もう究極のサバイバルでしょう。究極のサバイバル森の洋館となっております。で、ちなみに、ここにね、ちょっとおまけ程度にですね、こう陸地もあると。はい。もうここひっついて、ちょこっとひっついて、まあここに、まああと羊ちゃんもちょこっといるぐらいで。で、あとはもう見渡す限りですね、海しかありません。はい。ここら辺にちょこっと陸地がおまけでついてるだけです。で、これどっからだっけな？ここら辺から、あ、そうそうそう。で、入り口が、まあここからになっていると。で、これでまた普通に森の洋館があると。いうことで、誰得なんだよっていうね。まあ誰もね、もうこんなところでプレイしたいと思わないだろうけど、まあこんなところにもですね、森の洋館できてしまうと。まあすごいサバイバルだよね。見てほら、もう海しかないから。海の中にポツンとですね、陸地というおまけをつけてですね、森の洋館がこうそびえ立つと。はい。どうですか？究極のサバイバル生活をですね、森の洋館と共にね、送りたい方はですね、ぜひここのシードでプレイしてみてはどうですか？はい、あ、ちゃんと羊ちゃんもいましたよ、さっきここにいたよね今。あ、ほら羊ちゃんもいるから、はい、寂しくはないと思います。ただ海しかありません。はい、ということでね、究極のサバイバル生活をしたい方はですねぜひねこの洋館を訪れてみてください。はい、ということでね、今回はですね、まあ一風変わったですね奇妙なね森の洋館をねいくつか紹介しました。
まあどれだけあんま需要ないだろうけどね。はい。まあ、ちょっとね、暇つぶしにね、ちょっと面白い森の洋館がね、いろんなところに出現していたんでね、紹介してみました。もしね、気になるものがあればですね、皆さんもね、訪れてみてください。まあ、ここは誰もプレイしないでしょうね。はい。ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、またね。バイバーイ。